トゥールビル博、アンヌイラリオンドコタンタン、ドラクロワが、トゥールビル博、アンヌイラリオンドコタンタンは、ブルボン朝フランスの軍人。ルイ14世時代の提督であり、1693年にフランス元帥に授与された。17歳で、マルタ騎士団のフリゲートに乗り組み海戦に初参加。25歳で、フランス海軍に入り、1673年の、 オランダ侵略戦争で、戦列艦算パレイユの上院として戦った。アーゴスタでは、シレーネの指揮を取り、後に、セプトールの艦長となった。1676年の戦役では、アブラハム・デュケーヌ提督の下で戦い、1690年から始まった大同盟戦争では、フランス海軍の総司令官となった。ソレイユイコール・ロワイヤル2692年まで、 勝機を掲げ、ビーチーヘッドの海戦では、トリントンハクアーサー・ハーバートが率いる、イングランド・オランダ連合艦隊の15隻を沈める、大勝利を挙げた。しかし、1692年のバルフルール・ミサキ・トラ、オーグの海戦では44隻でトリントンの後任の、エドワード・ラッセルが指揮する敵の82隻と戦い、勇敢に戦ったが、河川攻撃で大損害を受けて、 フランス艦隊は大敗、壊滅状態になり、ジャコバイトのイングランド上陸計画は頓挫してしまった。1693年6月27日のラゴスの海戦では、ポルトガルのラゴス湾付近で、ジョージ・ルーク・提督が率いる59隻のイングランド戦団を打ち破った。1697年のレースはエク、条約締結後に退役し、1701年5月23日に、 パリで死亡した。ありがとうございます。